さんこんにちは。僕が見たかった青空の編集鈴木と杉浦エレンと塩釜奈々と麦とわと吉本ココナです。今回の動画は題して青空サマーフェスティバル2024お疲れ様焼肉会です。お疲れ様、幸せです。お疲れ様。8月30日に行われた、青空フェスを無事に終えたということで、お疲れ様会を開催したいと思います。はい、握手会とか、イベントね、テレビ収録とか、そうだね、あと先日終わったそのライブのリハーサルとかですね、走り続けてみたいな。じゃあ今日はゆっくり焼き肉食べながらゲーム始めましょう。はい、行きましょう。そしてですね、本日お邪魔しているのは、港区南青山にあります焼肉屋さん、青山満徳さんです。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。緊張しちゃってます、杉浦。確かにね、こんな美味しいお肉食べたことないよ、エレン。まださっきの食べたことないよ、もう。ということで、早速みんなで仲良く焼肉を食べながらお話できたらなと思います。はい、それでは、お疲れ様焼肉会スタート。ね、石焼きビーフは食べるんだけど、はーい、痛い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 今日は焼肉を食べながら、一年のことやライブのことをたくさん語りましょう。はい、はい、乾杯。乾杯。お疲れ様。すごい焼いてあげる。すごい、すごい、すごい。いつもね、焼くばっかり。なんで好きなの？やる気なの？めっちゃ好き。あ、好きなんだ。何焼かない？え、すず全然焼かない。どっちでもいい。今日はスペインに出演してきました。お疲れ様。見たよ、生配信。他のアーティストさんとかもいるところに行くのが結構久々っていうか、確かにそうです。しさ、なんかそのジャンルがいろんなジャンルのアーティストさんがいるじゃん。あ、二重さんがね、なんて言うんだよ。そうそうそう、かわいかったかわいかった、見上げ方がなんか初めての人でも楽しめるよ。あー、いいね。おー、あ、でかくないできたきた。本当にありそうなんですけど、ごま油。ありがとう。外見だけじゃなくて、なんかさ、中身もさ、なんかお金じゃない。本当に出会った時からびっくりしたね。本当。上だと思ってた私。嘘。本当。ありがとう。え？なんでしょ？いいね。美味しい。えらい。何？おしぼり。どんな匂いですか？なんか鈴木さん、素敵な、なんか清楚で美しい女性の香りね、めっちゃ嫌。わかるわ。なんか着ていたくなるような。何使ってんだろうね。この匂いの人やら何使ってますかって聞いちゃう。何ね、楽しかったな。楽しかったね。何すぐ終わったの？今回マジで嫌だった。嫌だったわ。なんかレッスンの期間もあってもらったな。確かにね。でも、フリーレは結構、全然。怒涛のフリーレ。フリーレ、フリーレみたいな。だって、3曲？いやー、あの日難しかった。あの日難しかった。退職者でギビビった、あれ。そうなんだ。今日は水しぶきがちょっと。あの、今日は史上最強に、なんか、間違えるんじゃないかっていう、ビビが出る。だってさ、叫んでたもんね、ずっと。なんか、手上げるタイミングじゃなくて。1回目と、2回目と3回目全部違うんだ。あるよね。いつ、それ大変だわ。旗揚げタイムみたいな。あ、本当ね。ココナもすごくて、あの日のココナは全部違う、逆なの。あ、そう。1番と2番。サビが右手の方と、そっか。次にサビは右手の方。すごい。むずいよね。むずいよね。難しかった。スーパー到着タイムある。あー、みさみさみの。うわー、そう、めっちゃ好き。あれをね、こう止まって、一番なの。で、こう止まって見てたね、ファンの人がこう、綺麗にいた、とわちゃんをこう見てた。同じ目線で目を追ってるの見てて、すごい。すごいなー。
ありがとうございます。めっちゃ美味しそうよ。こちらがカルビです。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 ありがとうございます。あ、エアコンこれのとこやな。ありがとう。じゃあココナがたまにやるときやるね。うん、しましょう。マジでめっちゃうまそうよ。うん、かわいい。これライブ頑張ってよかったね。本当に。で、ライブどこがじゃあ一番自分的に緊張したポイント？いや、シャフル。ライブなんだ。そうなんだ。スピーチかと思った。ね、アンコールの。まあ別か、それは別か。うん。え、なんでそういう。なんだ今の。描き自分のさ。急にね。急にね。おもろいやん。本当面白いんだけど。じゃあ頑張ったポイント一人ずつ言ってください。なんでユニットシャッフルは緊張したの？それの好きな皆さんめっちゃ好きやろ。うん、好きそう。でね、なんかパート、ひとみちゃんのパートだったよ、ね。だからひとみちゃんと同じぐらいのレベルになりたいと思ったら、あ、あれかわいいやめてくれてさ、かわいい。だから頑張ろうって思ったもう頑張ったけど、結構移動とかも多くて、うん、そうだよね。確かに移動ね、多いね。移動はびっくりしたとは。好きな人すごい大変なんだよね。え、めっちゃ細かいやよ。細かい。確かに3人そう、そうじゃん。写真だ。うん、あ、紹介みたいです。写真だ。写真だ。好きな皆さんの。え、じゃあココナも一番はここ。決め台詞を一緒練習してたしてたね。でもココナ、イエーみたいな。悔いなしの好きな皆さん入れた。え、多分、うん、グッドだった。あ、よかった。めっちゃ見てしまった。え、じゃあこの、ここやってるゆりちゃんとヤギの視線マリアだ。うわ、ドン見やだ。やだ。ココナが言ったらめっちゃニヤニヤしてる。そう、それずっと使われてる。え、いいよってことじゃん。そう、嬉しかった。母ちゃんはこれはもうダンスブロックだよ。入れたの。一人で踊るのだとあんま好きなんか得意で。え、嘘なんだよ。緊張しちゃうのだって。なんかさ、アナちゃんダンスやってた時もソロパートがあったの。一人ずつポトライターっていう風に当たっていく。ありがとう。でもそれが昔から緊張しちゃって、え、もう手震えちゃった。次の曲ですって言って、そう、知らない曲始まるの。そうなの。でも一番良かったと思う、あの本番が。うん、ね、演技的にめっちゃ通過。めっちゃいいじゃん。それ誰が、え、なっちゃん、えねんか、何が緊張したい？あんまり緊張しなかったの。あ、そうなんだ。いろんな過去のやつは結構緊張してて、前日全然寝れないぐらい緊張してて、でも今回はちゃんと寝れたし、楽しもうって方が強かったかも。でも今回、なんか全体的に楽しもう。全然いいよね。合唱。合唱めっちゃね。合唱、泣いた。泣いてたの？泣いた。泣いてたね。この日朝日君、ここは泣いてたんだけど。え、そうなの？え、泣いてたの？そう、もう、エレンもボロ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 。なんか、隣にいるのと見てしまって、あ、めっちゃ泣いたの。めっちゃ泣いたかも。え、でも私、指揮したじゃん。うん。あれがみんなの顔が見れるわけ。なんか、すごく幸せな気分になっちゃって。みんなと出会えて、私は幸せだなっていう。うわ、何それ。すごい嬉しい。なんか、ちょっとすごい買ってしまった。ダメだね。全員の顔見たいと思っちゃった。え、いいじゃん、いいじゃん。うん、ね、こちらもトワちゃんの方向くわけじゃん。そしたら近くにいるメンバーも見えるわけよ。見える見える。ナナちゃんと目合ってさ、ナナちゃん泣いてるからさ、泣いたやる。私は全然泣けなかった。まあでも、そうじゃん。そうじゃん。そうじゃん。バーソーやん。泣けるよね。泣いても分かっちゃえない。全然。全然分かっちゃえない。ありがとうね。そんなすぐは何が一番緊張どっちかというと、裏でね、結構楽しいんでて、あの、ユニットシャッフルの時は楽しかった、それも。あの、自分の番も楽しかったけど、あの、その後もみんな、え、そう。で、もう、パワーシュートとか、その、そう、ね、なんか、変な気分だったよね。人違うだけで、全然印象違うんだよね。違うね、違う。もっと変だったよ。パワーシュート違うのに聞いてるみたいな。ね。感覚で。面白いよな、面白いなと思った。私の話に戻るけどさ、うん。あれ、なんでさ、涙出てきたのうどんに行かせてくれるの。あ、リアルの。リアルやん。歌っててね、こう客席みたいに見ながら歌ったの。うん、そしたらさ、ファンの人と目合って、うん、
いつもお話し会とかね、うん、来てくれる人だったの、うん、そしたらめっちゃうなずきながらさ聞いてくれたんだよ、うん、素敵な会場だったな、うなずいてみてくれる、ね、しかも一緒に歌ってるんよ、あ、そう、あの日でも泣いてる人いたよ、うん、もう興奮で聞いてくれてて、なんかそれ見て、すごい感動しちゃった。初めて思わない感情の入り方だった。みんなが、絶対が。いや、とわちゃんの最初の言葉もあれだから。確かに。あ、よかったよ。ありがとう。MC からの、あの日僕たちが泣いていたは、泣いた。ずるいよね。ずるかった。デビュー1周年で、あの、ドレスピット撮ったから余計よかった。うん。初めて、そうだね。出た瞬間やばかったよ。ね。同じ会場でも思えると思うよ、なんかね、自分の知ってる場所じゃなかったもん、ね、本当にね、なあちゃんも MC もね、ありがとうね、ありがとう、ありがとうね、うん、こちらこそ、うん、もうみんなを引っ張るような言葉を言いたいなって思った、で、あの、なんか言うの、うん、伸びてみました、めっちゃよかった、うん、なあちゃんもリーダーでよかったって思った、うん、そう思った、そうだね、こんな感じ、ジュータン大好き、ココナ、大好き、ココナ、おいしい、あ、違う違う、大好き、おいしい、おいしい、おいしい、めちゃんと味ある、やっぱりあの大好きな感じ、そうだね、うん、一口の方がいい、今すずき、うん、おー、うん、出た、うん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 、ナスブロックね、ナスブロック、うん、する、いいよ、聞きたい聞きたい、何もかも分からずやってたじゃん、うん、フリーで最初本当にね、うん、なんか最初一旦流れを説明してもらった時に、うんうん、やばいわ、うん、思った、意味わかんなかった、動画何回も見て、うん、家で練習して、うん、でもあれ全部1日で入れたの、うん、そうだよ、しかも短時間だった、あ、そうなの、そう、 3時間、2、3時で、え、でも1人の時間は本当に一瞬15分とか、え、そうなんです、すごいね、とわ、うん、ちゃんのあの量、とわ、うん、ちゃん多分1時間かかってないよ、うん、あれめっちゃすごかったよ、すごっ、あとなんか動画、うん、そうだね、撮ってもらってそれ見て、あの先生と自分からやって個人練習、そうだったの、すごいよね、ナレンちゃんと一緒に特訓しました、あの、うん、ナレン、ユア、ナナだから、うんうん、あの3人でこれでしょ、これでね、もうずっと練習してたもんね、みんな仲良かったよ、本番みんなかっこよかった、あれも練習しすぎて足にあざがつかった、あの人いつもあるよ、あの人いつもあるよ、いいよ、あんたゆまちゃんもね、ずっと聞いてくれてた、ここはどうしたらかっこいい、なんか父ちゃん、あ、父ちゃんがゆまちゃんに教えたやつをゆまちゃんから聞いた、もうね、本当にかっこよかった、袖で見てて、もう、あ、すげえって、もう、すずは涙のエレンが好きだよ、エレンが言ってくれてる、だってね、舞台袖でされる、かっこいい、エレンやばい、かっこいい、ずっと、ずっと言ってる、じゃんじゃん、ね、そうさ、エレンが一緒に下がったり、あそこが好きなの、エレンさ、後ろに下がるとかあるじゃん、みんながこう、2列ぐらいになって、こう、間抜けてくる、あ、そうやってる、一緒に下がる、マジで思ったっていうか、うん、エレベーション出てきて、うん、あの本当に
もうずっと長くやってるアーティストさんとかが多かった。うん、なんたち、それに比べたらちょっと甘い、春に散るっていうか、まだまだ未熟だなって思ったわけ。なんか、ジラもプロでやっていくんだっていう心を決めて今日立ってくれました。もっとぶつかってもいいかなと。ああ、わかる。みんな持ってることあるわけ。話は聞いたりして。することもあるけど、うんうん、だからそれをもう言っちゃってもいいんじゃないかなって思う。多分みんな思っててもこう場の空気を壊さないようにとか思って言わないこととかもあって、また私たちもやんなきゃなって思えてすると思う、うん、もう言っちゃうよって。わかるわかる、うん、今日たまたまの BLT 用の、うん、座談会のやつ、うん、だからあれを見てみんな、あ、こうやって持ってるの、いつも物事を持ってるよね。今日ね、この組レッスンあってさ、うんうんうん、そういう話をしたの、一番最初に、うん、レッスンが始まる前に、うん、これからどうなるみたいな、どう自分的にどうなりたいみたいな、うんうん、その組としてもそうだし、うん、個人的な目標としてもそうなんだけど、うん、それやっぱね、言ってた、もっとぶつかりたいねってこと、うん、ここにはね、すごいね、そういうのが言えるようになってきます。わかる、そう、レッスンとかでも、本当にめっちゃ細かいことなの、うんうんうん、そう、でもそういうのに気づいて、みんなに言ってくれるから、やっぱパフォーマンスもさ、してて楽しいなって思うようになりした。でもね、今日エディションの時思ったんだよね、うん、なんか歌の力とかってすごいなって、私は、すごく他のアーティストさん見て感じて、うん、だからなんか、パフォーマンスとかで、うん、感動を届けれるようになったらいいなって思って、なんか、ただ可愛いとか、うん、で終わっちゃうのって私は苦しいのって思って、分かる、ちっちゃいとか、だから、そうなりたいなって思った。体力のなさがあったら、4系ゼータするもんね、うんうん、体力、そうなんだ。でもそこをさ、ちゃんと突っ込んでたのがいい子がいて、ひとみちゃんが、うん、あの、うん、雲楽曲の時にみんなの音程が外れてるから、うん、もっとこうした方がいいんじゃないっていうのを、まあ、ちゃんとみーさんに言って、うん、それが言える関係になったんだな、うんうん、なんかただ仲いいがいいだけじゃなくなったなって思った、うん、ちゃんとこう信頼関係も芽生えてきたし、なんかさ、レッスンの時とかでちょっとさ、うん、歌さ恥ずかしくなっちゃって、ちょっとおしゃる音量下げて歌ってるんだけど、でもそれやめた方がいいなって思う。やめようやめよう、なんかやめよう、でも外してもなんとも思わないわけだよ、正直思わん、あと、ワイさんもっと盛り上げれるみたいな、そうなんよ、やめよう、どうやってやめよう。エーネーションってさ、もちろん自分たちだけじゃん、そうだね、他のグループのファンの方に私がいて、でもそのね、初めて見た方でもすごい楽しめるんだよ。どこと例えるの、なんか初めての人手を挙げてとか、そうそうそう、拍手とか、クラップしてほしい時とかも言っとったんだけど、クラップみたいな、あれも煽りなんだろうけど、うん、なんか違うよ、あれいいよね、うん、なんか一緒にライブ作ってる感とかもね、うん、そうそうそう、うん、ココナッツプリンです。美味しそうです。あ、ココナッツミルクプリン、ココナッツミルクプリン美味しそう、おすすめで、こっちバニラアイス、はい、マンゴー、シャーベット、季節のシャーベット、そう、今マンゴーは素敵、美味しいですか、食後のデザートいいよね、おいしそうだね、誰だっていいよね、じゃあみんなでシェアしてたんだよ、かわいい、こうじゃない、うん、あはははは、全部かわいい、赤ちゃん、赤ちゃん、ナナちゃん、ね、いいよ、ミルク強い、そうなんだ、うん、マンゴーも食べてみない、優しい大好きやる、本当に大好き、ちょっといただいてみるね、バリア、自覚的なものだ、食後のデザートも食べたということで、そんな話がしましたけども、すごく楽しかった、楽しかったね、あんまりカフェラーにしてブークマン通りで、ね、ライブの感想とかも話してたんで、うん、裏話も結構入ってたりするからね、ななちゃんとあのライブのさ、反省会した時に、うん、みんながありがとうって言ってくれたじゃん、あー、うん、でもさ、そう、いつもさ、なんかここでもさ、ありがとうって言われて、この前もありがとうって言われてなんかハッピーよかったー、それはななちゃんがみんなにいつもありがとうって言ってくれた、そうだよ、帰ってくるよ、ありがとう、うん、
ってくるから嬉しい。逃げていいね、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 焼肉も食べてめちゃくちゃ充電しましたね。あーやばい、幸せ、頑張るでしょ、頑張ります。じゃあ僕はもうこれから2年目始まりますけど、はい、頑張っていきましょう。はい、頑張ってください。チャンネル登録、コメント、よろしくお願いします。バイバーイ。さっきすごかったね。もうイケメンのもう、イケメンのもう、いや、今日美味しかったね。美味しかったね。じゃあアイス食べる。うん、アイス食べる。食べたい。みんな食べる。うん、食べる。もう